ノッティンガムシャーは、イングランド、イーストミッドランズのカウンティ。州庁所在地はノッティンガム。詳細は、ノッティンガムシャーの歴史を参照ノッティンガムシャーは、ダービーシャーやサウスヨークシャー州と同様に北部の900メートルもの、厚さの広大な石炭の層の上に位置している。アーキングの近くに油田が一か所を存在する。西部は、砂岩層と、石灰岩層と東部は、粘土層で覆われている。 北部は古障平原のハンバーヘッド平原の一部である。中部と南部の周辺には古代の大熊谷市と起伏が特徴的なシャーウッドンの森が広がる。主要な河川はトレント川、アイドル川、イレウォッシュ川、ソア川などである。アイドル川、ソア川、イレウォッシュ川が流れ込むトレント川はシャーウッドンの森に橋を発する多くの小川からなり。 広く平坦な谷を通り、ミステートンへと注ぐ。ダービーシャーとの境界のニュートンウッドレーンのすぐ北の地点が、ノッティンガムシャーの最高点で、標高205メートルである。一方、シルバーヒルにある以前シルバーヒル炭鉱のずり積みが残る人工地点はしばしば最高点として204メートルにも達する。ノッティンガムシャーは、西のペナイン産によって守られているため、降雨量は、 毎年6 4 1 7 4 0ト、mm、ルと割合少ない。平均気温は摂氏8.8度から10.1度である。年間日照は1321時間から1470時間である。この地域の経済は伝統的にリーンバレーでの最短と製造業によって成り立ってきた。地元の発明家、ウィリアム・リーが編み物フレームを発明して以来、この地域、 とりわけノッティンガムは、レース産業の街となった。1998年ノッティンガムシャーの GDP は1人、あたり1万2千ポンド。総 GDP は12.02312023000000ほどであった。当時の1人あたりの GDP で比較すると、イーストミッドランズは1万1848ポンド。 イングランド12,845ポンドポンド、イギリス全体では12,548ポンドである。ノッティンガムは1人当たり17,373ポンド、北ノッティンガムシャーは11,176ポンド、南ノッティンガムシャーは8,448ポンドであった。2005年10月のイギリスの失業率は4.7%、イーストミッドランズは4.4%、 ノッティンガム通勤圏域は2.4%であった。ありがとうございます。